まあそもそもね、えー、ボディビルっていうのは非常にね、中毒性がね、高いスポーツなんですね。頑張って作り上げてきた体だから、もっとね、上を目指したいっていう風になってね、やめ時がね、わからなくなる。まあひどい場合だと本当にね、やめないと命が危ない状況まで続けるトップビルダーもね、いたりするぐらいですから。えー、こんにちは皆さん。 アナボリック総合研究所の、えー、ケンジです、えー。今日もよろしくお願いします。えー、さて、えー、このチャンネルをね、えー、見ている人の多くは、まあ、トレーニングやアナボリックステロイドに興味がある、まあ、人がほ,ほとんどでね、えー、その中でも、ステロイドを使えばね、どのような体になるのかっていうところがね、えー、気になっている人が多いと思うんですけども、まあ、今回はその逆でね、高、え、容、ー、量のね、アナボリックステロイドを使っていた人が、 抜いた時にどうなるのかということについて、まあ実際に引退したボディービルダーの体の変化などを見ながら、えー、解説していこうかなとね思っています。まあね、えー、ボディービルダーが引退する、えー、理由はまあ様々なんですけども、多くの場合はね、えー、基本的には健康上の問題が、えー、原因ですよね。まあ特に130キロ以上の、えー、筋量のボディービルダーにとっては、 まあ心臓とか他のね、臓器にかかる負担が非常にね、大きいものになります。まあ言い換えればね、人工的なホルモンを使って人間のあるべき体のね、サイズを大きくね、上回っているわけですから、まあ体からしたらね、まあ当然不自然な状況なわけで、まあ一時的にね、高いレベルのコンテストで争うためにね、 役立っても、長期的に見ると、このようなね、体を維持するする、維持するっていうことは、まあ、現実的ではないですよね。まあ、実際ね、世界を見て、50代を超えて、1 0 0以上のね、筋量を維持している人っていうのは、まあ、まあ、ほとんどいないですね。まあ、俺の周りのね、同世代で、現役の時はね、すごかったやつでも、 今もそのサイズをね、キープしている人っていうのは、本当にね、少ないです。まあ、すごいね、でかいような選手の多くは、40代とか、まあ、場合によってはね、それよりも若い年齢、20代とか30代で、まあ、重大な心臓病をね、えー、抱えることにもね、なることが多いですから、まあ、そもそもね、続けられなくなるということもね、あります。 まあね、若くして心臓をやっちゃう人っていうのは、やっぱりめちゃくちゃなね、サイクルを組んでいる人が、まあ、ほとんどなんですね。まあ最近でも、まえー、前のね、動画でも話しましたけどもリ、えー、ジョー・リードラさんとかね、あとは、 日本ではね、ビッグアームさんなどのステロイドを使った人が、まあ、相次いで亡くなっているっていうのも、これまたね、事実です。えじゃあね、え早速、えー、ボディービルダーがステロイドをやめてるとどうなるかということについてなんですけども、まあ、これはね、 その選手がどれだけ強い薬を使っていたのかとかね、あとはどれだけ長い間ステロイドを使っていたのかということに、まあこれは左右されます。まあよくね、同じような感じで聞かれるのが、ステロイドでつけた筋肉、ね、ステロイドでつけた筋肉は維持できますかということなんですけども、 えー、例えばね、馬鹿げたサイクルをね、組んでいない限りね、まともにトレーニングができていて、えー、しっかりとした食事を取ることができているのであれば、まあ、えー、サイクル後もね、えー、筋肉をある程度ね、えー、キープできることはね、これはできます。うん、まあ、ただね、ほとんどの、えー、ステロイドユーザーはね、えー、特にコンテストに向けてサイクルを組んでいる人たちの場合は、まあ大体、だいたい え、サイクルを終えると、まあ、筋トレももうやめちゃいますから。そうするとね、えそりゃ、えー、筋肉がね、落ちるの当然です。っていう感じですね。えー、ただ、もし仮に週にね、1000mg 以上のテストステロンとか、まあ、デカ、あとはもうトレンボロンみたいなものをね、何回にもわたってね、摂取しているような、えー、プロビルダー並みのね、サイクルを組んでいたとすると、 これはいつも言っている通り、自己テストステロンのレベルがね、かなり落ちるので、サイクル後にね、筋量をキープするのが、まあ結構これ難しくなりますね。有名なね、ロニー・コールマンとか、あとフレックス・ウィーラーなんかは、現役時代とね、引退後のね、ギャップ、これがね、すごいように見えるのは、これはもう、当然ね、ホルモンレベルの極端な変化による、当然のね、反応ですね。 まあそもそもね、えー、ボディビルっていうのは非常にね、中属性がね、高いスポーツなんですね。やっぱり頑張って作り上げてきた体だから、もっとね、上を目指したいっていう風になってね、やめ時がね、わからなくなると。まあひどい場合だと、まあ本当にね、やめないと命が危ない状況までね、えー、続けるトップビルダーもね、いたりするぐらいですから、えー、そして特に最近ね、SNS の影響もあって、 ま、日本や海外のフィットネスとか、あと、ボディービル業界ではね、発信していく上では、やはり筋肉量がね、あることが求められていますが、えー、これはね、あんまり良くないね、文化だとね、思います。えー、そんな中ね、あの、えー、有名なね、ドリアン・イエーツとか、えー、クリス・コミアのね、ようなトップ選手は、 自分の体と健康を優先して引退したことでね、有名で、まあ、この写真をね、えー、見ていると、見てもらうとね、わかる通り、かなりね、サイズダウン、えー、してますけども、えー、健康的な、えー、状態にね、戻ることにね、成功しています。まあね、彼らは皆さんもご存知の通りね、オリンピアで第一戦で活躍していた、えー、まあ選手ですからね、えー、何年もの歳月をかけてね、 えー、食事、激しいトレーニング、そしてドラッグをね、使用してきたにもかかわらず、辞める決断をしたというわけなんですけども、これはとてもね、勇気のあることだなとね、行動だなとね、感じています。まあね、あとは彼らに続いてね、ポール・デュレットとかね、 デイヴィネ・パルンボなんかもね、同世代のボディービルダーたちがね、次々と健康問題で引退するのを目の当たりにして、より継続が可能な体重へとね、減量していますね。まあね、今回ね、俺が伝えたいことは、ステロイドをやめろということじゃなくて、ステロイドの使用とか、まあそもそも筋肉を大きくするという行為は、体に負担をかけるということをね、しっかりと理解して、 まあ、あ安全に付き合っていくということですね。えー、健康はね、本当に何よりもね、大切です。ということでね、今回はステロイドをやめたらという話でしたが、まあ、ここで言ってるボディービルというのはね、ボディービルダーだけじゃないんですね。フィジークや、あとはクラシックフィジーク、えー、そしてコンテストに出てなくてもステロイドを使っているね、人たちね、全体のことについてね、えー、話しています。 ですからね、そういうことをね、先ほども言ったように、しっかりと理解してね、安全に付き合っていくということをね、よろしくお願いします。ということで、今回はこんな感じで終わりますけども、また何かありましたら、コメント欄にね、書いてください。そしてまた、アナボリック総合研究所、これからもよろしくお願いします。ということで皆さん、さよなら。